い、皆さんご一緒に、おはのーはのです。今日はマインクラフトしていきます。今日は寺院と沈没船を見つけたので宝箱を開けるです。ということで早速、クリーパーを倒して中に入っていこうと思います。こちら寺院ですね。なんか新しいバージョンにアップデートしてから桜バイオームを見つけたいなって思ってて、地図を広げまして1枚目はマングローブのバイオームが広いところが見つかってやったーってなりまして、2枚目に差し掛かったらまずこの寺院が見えたので寺院に入ってきました。でね、この見た目で何か分かんなすぎてツイッターに載せたんですけど、リプくれた方ありがとうございました。とりあえずね、中に入って様子を見ようと思って中降りてきたら、あ、そういえばここトラップあるんだと思って思い出したので、ちょっと下に気をつけながら歩いていきます。なんかね、確かなんかの動画で見たんですよ、トラップあるみたいな。ね、このね、なんだっけ、寺院をね見ようと思ったらね、なぜか雨が降ってきて結構雰囲気ある感じになってて良かったですね。ここの守り神はクリーパーさんなんですかね、よく分からんけど、この結局トラップがどういうものかわからないまま来てしまったのはもったいないなと思いました。さあ、宝箱の中身は鉄、骨、骨。ちょっとしょぼかったな。鉄、ありがとう。そんな感じで反対側もちょっといろいろ見てきて、レバーとかも下げて見てるんですけど、さっきねトリップワイヤーフックを取っちゃったから何も起きません。もしかしたらこの石の並びとかが変わるのかなって思ったけど、特に変化ないみたいですね。一応ね、この発射装置から何が出てくるかも確認しようと思います。こっちは何にもない、もうできちゃったのかな。こっちは矢が3本ありましたね。矢ゲット。なんか矢はね、ヤシさんからいっぱい買えるからそんなにいらないっちゃいらないんですよね。まあもらって帰ります。まだまだ雨降ってますね。上の階はね、特に何もなかったですね。はい、場面変わりまして、こちらは沈没船の宝箱でございます。これは縦に沈んだ沈没船ですね。動画最初撮り忘れちゃって開封からで申し訳ないんですけど、宝箱1個見つけました。一旦ね、船の中に戻って何が出てきたか確認しようかなと思います。で、沈没船なのでちゃんと宝の地図が入ってたので、宝の地図の場所に見に行こうかなと思います。ほら、めっちゃ近かった、ラッキーですね。これでも毎回近いところにあるのかな。なんかまだね2個ぐらいしか見に行ってなくて分かんないんだけど、もう1個の方もねそこそこ近かった気がしなくもないなみたいな感じですね。いまだにね船のうまい操縦の仕方が分かんなくてぐる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 回ってしまう私ですね。その辺のね、多分陸地だと思うんだけど、ここですね。ゾンビちゃん現る。などね、近寄ったら増えるっていう奇跡を起こしてますね。いっぱい。とりあえずね、夜だから寝ましょう。で、多分地図的にはこの辺なんですよね。
なんかあんまり深いところ掘っても出てこないみたいなのを見たことがある気がしたので、浅く広く掘ってみようかなと思います。とりあえずバッテンと重なるところ、この辺、あの水ら辺嫌だなって思いながら掘っていきます。なんかこの沈没船から宝の地図見つけて、宝の地図から出てくる宝箱を開けるといいものが出てくるらしい。そして数分後、未だに見つからないのでちょっと下の方も探してこようかなと思います。結構掘ったんだけどな。とりあえず行けるところの一番下まで行って掘ってみようと思います。あった、なんかいろいろ入ってたけど、ちょっと自分の持ち物いっぱいなことを思い出して、持ち物を整理してからもう一回下に潜ろうと思います。これあったあった、海の中心っていうのがレアアイテムっぽい。何気にね、 TAT 爆弾も作ったことなかったから、これいいですね。このね、海の中心があると海の中で呼吸ができるようになるらしい。コンジットっていうものを作るとね、いいみたい。オウム貝の殻と海の中心で作るらしい。これを正しく設置できると呼吸ができるようになったり、明るく光源の代わりになったりとか、海の中での採掘速度が上がるみたいですね。ということで本日は寺院と沈没船のお宝を探すということで、桜バイオームはまだ見つかってないんですけど、大冒険ができたので動画にしてみました。もしこの動画が面白いなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いいたします。またね、大冒険シリーズ出せるかなと思うので、楽しみにしていてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。またねー。